ただいま。テンション上げ上げ、こんにちは、ほのぼのでイエ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 イ。こんにちは。今ね、学校から帰ってきました。今日はほのぼのの学校がある日の放課後ルーティンということでお届けしたいと思います。ほのぼの確認テストがもう終わったんですけども、めちゃめちゃ勉強しました。ということで、ほのぼの帰ってきて、まずはですね、ずっとあのテスト期間で動画撮ってなかったんで、のよんと一緒に今日は撮影をします。ということで、撮影用にメイクしていくんですけども、その前に着替えていきます。あ、ちなみにこれあの偽制服です。あの制服はこんぐらいまで、膝下までないといけないので、こんな短くないですよ。リュックはこれですね。ちゃんともう授業があるので、リュックはすごく重たいです。それでは着替えていきます。ということで着替えてきました。最近はですね、ちょっと大人っぽいを目指してのよのの服を借りております。この服ものよの服で、下はねシピがで買ったこのちょっと足が長く見えるような服装にしました。それでは今からメイクをしていきたいと思います。イン先生、久しぶりにアウトしてます。てかね、多分ねこれインしたらねちょっとダサいと思う。大人っぽいのを目指してます。それではやっていきます。最近ずっと前メロ見てる。ここにニキビができまして、フォーチュンです。テカリ気味です。走って帰ってきたりするんで汗をよくかくようになって、すっごい暑いじゃないですか最近。なので汗をすごくかくようになってしまい、テカってます。なのでちょっとこれを結構叩いていきたいと思います。これですね、リキッドファンデーションです。日焼け止めも入ってるんだって。ほのぼの学校に日焼け止めするするって言って、学校に、ね、日焼け止めしてってるんですけども、当たり前ですけどフォーチュンじゃないですよ。ちょっと待ってて、こちらの子になります。学校にはこれしてってます。でもなくなったので、新しいのをマミコに買ってきてもらいました。スキンアクアトーンアップ UV エッセンス A、 日焼け止めエッセンスラベンダー、緑色もあります。でも私はラベンダーにします。若干トーンアップします。学校マスクしてっから、多分日焼け止めしないと、ここから上が焼けてて、ここから下がなんか白いみたいになっちゃうと思うんで、皆さんも日焼け止めをしましょう。マスク焼けする人絶対いそう。うちもマミコに言われた、マスク焼けするから日焼け止め塗りなさいって。最近は薄く塗って顔が浮かないようにしてます。首とかにね塗っていきますね。学校基本的にポニーテールなんで、最近は秒でポニーテールができるようになりました。前までのよのからまた固めるやつを塗ってたんですけど、最近塗らずに綺麗に収まってくれる感じです。続きまして、これサナのスキンケアパウダーです。テカリを抑えていきたいと思います。今日暑すぎてですね、今年初の冷房入れております。もう暑い暑い、やばいですね。私あの一回クッションファンデに挑戦してみたいんですよ。新大久保でクリオのクッションファンデ、最近クリオ流行ってるじゃないですか。クリオのクッションファンデとか欲しくって、一回うち失敗したんですよ。本当に白すぎて、白いのに憧れすぎて、白いの買ったら自分の肌に合わなくて、もう浮いちゃってマイコさんみたいになりました。それでは塗っていきます。こちらキャンメイクアイニュアンスのアイシャドウ32番です。ノヨノとかにも言われたんですけども、あんた赤いメイク似合ってないよって言われたので、この赤は使えません。下地を塗ってます。私的に大人っぽいを目指してるんで、最近大人っぽいメイクといえばやっぱノヨノみたいなブラウン系かなと思ったので、今日はブラウンメイクをしていきます。こんな感じですね。ちょっと下に、ほのぼの自分のメイク動画とかをよく見るんですよそれでほのぼのあるあるだなと思ったのが、メイクしてるとき口がよく開きます。私的に下にブラウンを入れすぎちゃうとクマみたいになっちゃうので、こんな感じにします。最近ちょっと涙袋マッサージみたいなのをしてます。続きまして、これパーパフガールズの、もうね売ってないと思う、付録です。雑誌の両方とも色使います。まずはブラウン系からいきます。ラメが結構入ってきてるし、これはちょっとオレンジがかったブラウンみたい、こっちはザ・ブラウン。最近一重にも二重にもできるようになって、明るい方を塗ります。二重で涙袋にも塗ります。で、忘れ物したので取ってきます。こちらですね、私は最近アイラインも描くようにしてまして、アイラインも描いていきます。スイートモード入ります。私は黒ですね、黒しか持ってないので、撮影してる時になんかアイライン引くのちょっと恥ずかしいな。どうでしょうか、変わんないですね。私あの左利きなんで、こっちは綺麗に描けてもこっちが綺麗に描けないんですよ。全然ついてる、ついちゃったんだけど、ね、取ります。
これはつねって取るとですね、いいと思いますよ。広げない。まあちょっといいと思います。いいと思います。全然左右対称じゃないんだよね。こっちがちょっと下目で、でこっちもまあ下目なんだけど、どうでしょうか。いい感じですね。最近マスカラしてるって言ってたじゃないですか。しっかり落としてるんですよ。しっかり落としてるんですけど、もうまつげが伸びてきてて、これなんかまつげ美容液みたいな入ってるんでしょうかね。これはキャンメイクマットフルールチークス02番でーす。これはもう言い慣れてますね。前まで鼻とかもやってたんですけど、なんかここに入れるといいらしい。ハイライトが欲しくって、最近みんなやってるじゃないですか。ここと、ここと、あとここら辺にハイライト入れてるじゃないですか。元から顔がテコってるんで、ちょっとハイライト効果っぽくなってるんですけども、ハイライトも欲しいですね。最近は結構メイクに目覚めてきてまして、メイク動画欲しいなって思っています。ということで、終了です。そこにはモアートを撮ってきます。聞いてください。私、モアートずっと使ってて、何回かインク漏れをするんですよ。しっかり染みようと思ったら、おかしくなっちゃって。これどうすればいいんだろうな。塗りますね。私はこれ内側に塗ってパッパッパッパってやります。画面越しで見るといいんだけどさ、鏡越しで見るとちょっと変に見える。ということで、メイク完成です。ちょっと完成してるから、ちょっと喉に聞いてみます。ダイナーちょっとメイベリンつけさせてください。今、その女性 YouTuber みたいな。ナイロンです。実はですね、今日ほのぼののルーティーじゃん。今ナイロンのルーティーンも、ね、撮ってるので近々しますので、しかも分散登校の放課後で撮りましたので楽しみにしててください。てかもう撮ってますので、今撮ってるの同時進行でルーティーン撮ってます。なんかさ、歌舞伎役所みたいな。ナイロンの真似して、ホランケンシャムチみたい。あ、まつげが弱い。何このなんかペン立てみたいなの入れてんの。さ、奥舞台用とさ、人用のさ、これある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 、周囲の裏が私の内容問題。目の横幅はなんかすごい大きいんだよね。私横幅がないから縦に大きいけど、最近マメコに言われてる。こう豆粒みたいな感じなの。最近マメコに言われて嬉しかったこと、うん、あんた目大きくなったねって言われた。どこがね。アイライン引いてる人よ、ね、でもさ、アイラインちょっとまだね、練習ちょっともうちょい、今練習中。貸してほしい、ちょっと。ちょっといいブラウンじゃないの、ね、黒で、ね、え、黒でいい、黒。私いつも黒だもんやって。いい、今日見てて。こうやってなってるのに、こう、で、描くだけ。あ、上がっちゃった。どうしてくれるんだ、これ上がっちゃったの。ルンルンじゃん。今思ったんだけど、こんなのないのね。お家帰ってきましたーって撮ってないんですよ。なんで、メイク濃くしたら、なんかちょっと、お前メイク濃いままいったのかよ、みたいな。ランコムの塗ります。古くない大丈夫そう。これマミコからもらったやつだもん。あのね、知ってる。クソ古いよそれ。賞味期限ってな。食べれねえよ。ランジェリーですとか言ってさ、もうこれは3年くらい使ってるし、まあリピ買いしてるから新しいストックもあるし捨てまーすとか言ってさ、あ、これはまあちょっと1ヶ月2ヶ月くらいしたんですけど、私のちょっと肌に合ってなかったので、そうそうそう、友達とか親にプレゼントします。使ったもんあげるって相当ひどくない。乾いたのだったら使えるけど、でもちょっとあんたの使いたくないわ私。私何系メイクが似合うの？自分でそれを導き出すんだって。私はでも元からもう茶色メイクが好きだったから、茶色メイクやったらたまたまあったから。おー今何してるの、あなたルーティン。今日はノイノン番組の撮影がありますよね。メイクの勉強したいだけなの。何なの分かんないけど、メイクの、そもそもさ、本当にさ、あのマスカラ買ってるか、ドンキのマスカラ最高だよ。ちなみにですね、今日の撮影はですね、ノイノンのルーティンに必要なんか一本撮影しようよ。うちメイクしたんだけど、ほのぼの番組撮りない。私ね、毎日言ってるの、ほのぼの番組の放課後コーデ、最近おしゃれな服着てるから撮りなって言ってんのに。ちょっと今日編集したものがいっぱいあるから。だってうち2本、そう2ヶ月くらい続いてるからね。そうです、2本でしょ。2本はあんた一緒、まあ、ルールのやつと量産型メイク、量産型。はい、行きました。今日前髪のさ、コンディションが悪い。コンディションとかあるんだ前髪。ということで、ここから先はですね、ノイノンのルーティーンにほのぼも出演してもらいますので、ぜひね、ノイノンのルーティーンアップされるのお待ちくださいませ。スキツキツふわふわ、みんなここにこうやってやってる。ここにつけがち。お腹いいね、マイロディー。あとさ、宿題は今日。多分ね、これの次はもう宿題してるシーンですから、お勉強シーンどうぞ。ノヨノほら遊んでますから。うち最近ノヨノのパソコンを奪って Amazon プライムの予約がハマってて、昨日イタキスを2個見た。あとは、女の子嫌いチョコ食べてるって。
違う。食べてる。いたずらのキッス。私、今、アマゾンプライムですごいおすすめなのが、人コアっていう、なんか、私、本当にあった怖い話みたいな、なんか、人コアは本当にあった話じゃないんだけれども、なんて言うなら、ちょっと低クオリティな感じのドラマ、好きなんですよ。人コアって何のわかんない、なんか人は怖いみたいな、本当にお化けとかじゃなくってガチで人怖いよねみたいな、そういうさ、お化けじゃないの、出てくるのが人なの。ここにちょっと出してくるんだけど、一つお話だと、上からねペットボトル投げてる子がいて、子供なんだけど、ポンって投げたら下の女子高校生に当たって、痛い、これ本当危ないからね、ペットボトルが良かったけどねって言って、子供だったから、お前の顔見てみたいわって言ってこう立ってったのよ。で次の日またここ通ったら、上から植木鉢がボンって落っこってきて、で当たんなかったんだけど、女の子は上見たら親だったの。本当に怖いみたいな、人怖いみたいな、人怖、お化けなんかよりも人の方が怖いよっていうお話。うん、もう絶対見たくない。聞いて聞いて、でもいい、マジアマゾンプライムの話しても女の子嫌いっていう、突然愛お化け渡るお化けになってもち嫌いよ、もう大丈夫です。ノーノーの方行きます。カメラチェンジ。ここでですね、ほのぼのルーティーをご覧の皆様、なぜかほのぼの罰ゲームでこちらの風船を割らないといけないことになったんですよ。バッテリーシーンはですね、ノエノンの分散投稿の放課後ルーティーンで上がってますので、ぜひご覧ください。それでは今から割ります。3、2、1。ね、割れないの、なんで。私やっぱ体重軽いわ、ありがとう。いきます。これわかるわ、ノエノの気持ち。それではここからほのぼの勉強していくんですけども、ほのぼの確認テストがあったんですよ。今回はプリントがあるので復習をね少ししようかなって思います。まだね答えとか自分が書いたやつとか返ってきてないんですけども、ほのぼの理科と社会をすごい頑張ったんで100点取れると思ってたんですよ。一箇所ですね、受ける間違いしてまして、最後の方の問題で食物の違いからそれぞれのグループに分けられるっていうので、肉食系と、あ、肉食動物と草食動物っていう風な問題で、肉食動物って書かなきゃいけなかったわけよ。でも私はもうなんか肉食系男子とか草食系男子っているじゃん、もうそれがパッて頭に思い浮かんで、肉食動物って書かないといけないところを肉食系動物にしちゃったんですよ。もう肉食動物なのに系とかいらないのに書いちゃって、まあ、そこはすごい間違いしちゃったなって思ってます。まだねこれ採点されて帰ってきてないんで、ワンチャン丸バツ三角、さ、三角がありえる、三角ってやられてるということで、多分満点じゃない説。あ、でも社会はもうバッチリバッチリいけたと思う。なのでここでは面白い間違いをした理科の肉食系って書いたところをノートに肉食って語が書きます。ちなみにですね、ほのぼの筆箱こんな感じで、まあ変わってないんですよ。で中身のシャーペンがちょっと変わっちゃって、まあ、詳しくはね筆箱の中身紹介してますので、ぜひ概要欄から見てください。1点だけ変わったところがありまして、こちらでシャーペンが変わりました。なんか前までおしゃれの黒茶色って感じのやつだったんですけども、 YouTube のストーリーに前上がってたんだけど、綺麗にしてくれたんですよって言った時に、これがちょうど目に入ってノエノに片付けしただいっていうことでこれをいただいたんですけども、これすごく良くて 0.3 のやつで、めちゃくちゃ描きやすくって綺麗に可愛く描けるシャーペンになっております。あと色が可愛いね、ピンクと紫。これでテストに挑みました。ということで、ほのぼの宿題はこれをやりなさいっていうのじゃなくて、勉強したノートをね提出するんですよ。なので確実に間違えてたあろう肉食動物を、もう間違い分かってるよーっていうアピールをしたいと思います。そう、ほのぼの中学校行ってびっくりしたのが、宿題がノート1ページやるだけでいいっていうのがすごいびっくりして、まあ、でも私はテスト勉強するためにすごい頑張りました。1日8ページぐらいかなやりましたね。理科がすごい大変だったです。社会は基本的に世界の国々、あのほのぼの番組で上がってるやつねと、都道府県と県庁所在地だったんですけども、社会は確実に100点取れてると思います。それでは肉食系書いていきます。ちょっと待って、ちょっと書きながら話そう。あのね、テストをするときって、小学校のときって筆箱をドーンって出してさやってたじゃん。でも全然違くって、もう必要なものだけを置くみたいな、この4つだけを机に置いてテスト受けるので、それ以外出したらもうカンニングですみたいな。プリントをさスルッと落としちゃう、取りに行こうとするのがカンニングらしくって、もう黙って、で先生がこうやって歩いてきて置くっていう、すごいもうびっくりして、そこがやっぱ中学校との違いだなって思いました。あとは多機能ペン、ああいうのも使っちゃダメらしい、授業とかでは使っていいんだけどって。英語はね
ね別にテストって感じじゃなかった。単語書くわけでもないし文書くわけでもないし、それを日本語にするっていうわけでもなく、 ABC がしっかり書けてるかと、あと自分の名前がしっかり書けるかだったんですけども、今日英語の授業があってね、先生に言われたの、一クラス丸付けしたんですけど誰も100点がいませんでしたって言ってて、えっと思って、先生が言ってたのは、もう1年生だからしっかりアルファベットを書けるようにしてほしいから、 ABC をちゃんとくっつけられてるかっていうのと、線をうまく使ってるかみたいなのを確かめてて、あ、やばい、うちちゃんとやったかなって思って。ちょっと英語もね、あやふやだよね。英語はね、塾行ってるんで、もうね、2学期の半分ぐらいまでやってて、もう自信満々だったんですけども、テスト丸付けしてる先生に聞いたら、誰も100点がいないっていうことで、もう不安不安で。じゃあ、書きまーす。ちなみに今日のご飯は、茄子とお肉でした。めっちゃ美味しかったよ。理科めっちゃいろいろ覚えていったんですけども、難しい問題は全然出なかった。でもね、聞いて聞いて。うちね、犬わらびが出てきて、犬わらびと杉苔っていうのが出てきたんだけど、犬わらびのような特徴を持つ植物を何というかっていうのでね、シダ植物なわけよ、答えは。なんだけど、それが出てこなくって、最初ずっとシゲ植物って書いてあったの。最後の最後で思い出したからいいんだけど、最後ね、焦るとね全部ね飛んでっちゃうよね、頭から。ここらはもうやってるだけなんで、勉強終わった、ほのぼのーってことで勉強が終わりました。ここからはお風呂に入るんですけども、ほのぼのメイクはお風呂入る前に落とすんですよ。なのでまたここでちょっとメイクを落としたいと思います。ちょっと待って、その前に TikTok 撮りたいんだわ。うちのゆのんがスマホ用で3曲買ったんですよ。それ使おう。ほのぼのほんとテスト終わりたてほやほやなんで、久々の TikTok でございます。ちょっと3曲持ってきます。それではとった TikTok 流すんで、どうぞ。はい、見ていただきました。それではメイク落とすので持ってきます。私これ立ったら多分薄かった、トゥーンと落ちるかもしれない。大丈夫、クラッパー入れるから。近い位置で浅いとこ押してます。なんかジーパン。一緒に出たら湧くって。TikTok でメイク崩れたくないし、夜のシーン出るロボットだよ。ギャフドンリングアーズ。そうを決まってます。何のような登場したと思うんですけど、聞いてよ。最近の私の趣味、は Amazon プライムで映画を見ることです。お前さっきそれ言ってたってよ。あ、そう言ってた。それノイノの方で言ったから、こっち。いや、じゃあワンタの方で話したから、ね、さっきメイクしてる時に話したから。そうだ、もう私ヤンバーい。じゃあちょっともう一回着替えないといけないんで。Your feelings, the city screaming when I'm coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. はい、ということで今ね TikTok 終わりました。ヒアルロンリーギャールをちょっと頑張って衣装変えたりして撮りました。ぜひ上がってるのでね見てください。もう撮ってる日にあげちゃったんで、あ、この日に撮ってるんだって思ってください。 TikTok ね、ぜひフォローとハートお願いします。今からメイク落とすんですけども、こちらの2カメを使っていきたいと思います。パピコのねスマホを使ってきましたので、感じですね。ここにさ丸があるからさ、こうやって鼻の中に何かがあるんで。低くなり響く音、透明なノイズ、ラララララ。